行こうか。みんな疲れてないか。やられたか。新章ってところか。討伐終了。イベント大会の参加登録が混んでて参っちゃった。ちゃんとログインできたみたいね。待った？あたしよ、あたし。わからないの？可憐で優しいあんたの幼馴染。ここでの名前はクレハよ。よろしくね。あんたは相変わらずね。雰囲気ですぐにわかったわ。どんな雰囲気かって？人付き合いがめんどくさいとか言っている割にはお人よしな感じかな。突然呼び出したのに初めての VRMMO に来てくれるレベルの。だからありがとね。さあ行くわよ。大会が始まるわ。そういえば GGO どころか VRMMO は初めてなんでしょ。私がいろいろと教えてあげるね。数年前に完全な仮想現実が実現したのは知ってるわよね。一人の若き天才茅場明彦が生み出した夢の新世代ゲームハード、ナーブギア。そして VRMMO 仮想大規模オンラインゲーム、ソードアートオンライン、略して SAO。 多くのゲーマーは SAO をやりたがっていたけど、あんたは MMORPG には興味なかったんだよね。でもそれは正解だったと思う。正式サービス開始日に茅場明彦はプレイヤー約1万人を SAO に閉じ込めて、 HP がゼロになればプレイヤーの命が奪われるデスゲームを始めたのだから。
プレイヤーたちは協力して全100層からなるアインクラッドを攻略し現実世界に帰還したけど、犠牲者の数も数千人と聞いているわ。 SAO 事件の影響は大きかったけど、 VR ゲームの火が消えることはなかった。安全性を確保されたナーブギアの後継機アミュスフィアのおかげね。妖精たちが空を舞う ALO アルブヘイムオンライン、 SAO サーバーを元に立ち上がった新たなゲーム、ソードアートオリジン、通称オリジン。そして何者かによって VRMMO 開発支援パッケージザ・シードが無償配布されたのをきっかけに、さらにたくさんの VR ゲームが生まれているわ。ここガンゲイルオンライン GGO もその一つよ。簡単に言えば銃の世界ね。かなり強いプレイヤーが集まっているわ。ゲームコイン現実還元システムを採用しているから、プロとして稼いでいる人たちがいるの。難易度は結構高い方よ。まああまり堅苦しく考えなくていいから。今 GGO は大型アップデートが実施されて大盛り上がりなの。あんたに付き合ってほしいのはそのイベント大会。すっごいレアアイテムがフィールドに隠されているんだって。そういうこと。もちろんお礼はちゃんとするわよ。プライスレスな方向で。それに初心者でもあんたならいい線いくんじゃない？あんたのゲームセンスは信用できるわ。頑張って私のためにお宝ゲットしてね。期待しているわ。あの人も大会に参加するのかな？そんな不思議そうな顔しないでよ。あそこにいる人。もうどこに注目してんのよ。まあ確かにかっこいいし、ファンの子も結構いるみたいだけど。あの人は GGO トッププレイヤーの一人、いつきさん。彼が率いるスコードロン、アルファルドは強くて有名よ。スコードロンって、いわゆるギルドみたいなものね。やあ、君たちも大会に参加するの？クレハ君だよね。噂は聞いているよ。あちこちのスコードローンを渡り歩いているんだろう。クレバーな戦況分析が頼りになるって評判いいよね。ありがとうございます。そこの君は初期装備みたいだけど、もしかしてニュービン？私の幼馴染なんです。ゲームはめちゃくちゃうまいけど、 GGO にログインしたのは今日が初めてだから。初日から大会に参加するなんて冒険好きだね。そういうの嫌いじゃないな。はじめまして、僕はイツキ。銃の戦いはレベルやステータスだけが強さではない。面白い戦いを期待しているよ。ではお先に失礼。いつきさんはすごいけど、私だってもう少しでトップ入りの腕前なんだから、そう簡単に負けないわ。準備はいい？ OK ならそこの転送ゲートに入って、大会の会場となるダンジョンに転送されるわ。一応戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫、あんただったらすぐに慣れるわよ。せっかくだしダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。あ、そうそう、視線に違和感がないか周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。
武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回かで。うまいうまい。ちょうどいいところにエネミーがいるわね。とりあえずいいですね。倒しにね、その調子よ。いいペースだ。このボックスはバレットボックス。ここで弾薬を補給できるから覚えておいてね。その調子よ。そうよ。GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうものがあるんだけど、これは実際に見てない。うまいうまい。それいいペースだ。トレジャーボックスだ。トレジャーボックスってトラップが仕掛けられてるのもあるのよね。これは安全そうだし、開けちゃって OK よ。なんでわかるのかって。まあ、勘よ、勘。それじゃ、階段を上がって先に進みましょう。パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。あのプレイヤーとは戦闘になりそう。プレイヤーはエネミーと違って強敵だから気をつけてね。あんたの武器だ。嬉しいぜ。走りながら撃つのがおすすめかな。相手の弾が当たりづらくなるから走ることがかなり重要よ。いいぞ。これで終わりだ。いかにもって感じよね。せっかくだし開けてみたらどう。ダンジョン内にはいろんなギミックやトラップがあるから、よく注意して行動した方がいいわよ。私が教えられるのはこれくらいかな。うん、初めてにしてはいい線いってると思うわよ。GGO の基本的な戦闘は大体分かったでしょ。あとは実戦で自分に合ったスタイルを見つけていけばいいわ。さあ、これからはあちこち探索してレアアイテムを手に入れるわよ。あれ、君たちは。隙を見て逃げるわよ。いつきさんの仲間なら相当手だれのはず。こちらが振りすぎるわ。もしかして逃げる相談をしてる。正しい判断だとは思うけど、背中向けたら撃っちゃうよ。クレハ君はともかく、ニュービーの君は一発で死ぬんじゃないかな。正解と言いたいところだけど、結果が決まっている勝負ほどつまらないものはない。君たちも警戒が足りないよ。どうせなら待ち伏せの一つでも仕掛けてくれればよかったのに。実に退屈極まりない。弾も無駄も避けたいしな。だから見逃すとでも言うんですか。まさか。ここは GGO で今は戦いの時だよ。そうだもん、僕に殺されるのとあっちのエネミーに殺されるの、どっちがいい。この奥に少し面倒くさそうなエネミーが配置されている。もしかしたらトラップが仕掛けられているかもしれない。だけどあれを倒さないと先に進めなさそうなんだ。君たちが突っ込んで様子を見せてくれれば助かるな。もちろん倒してくれたらお礼に見逃してあげるよ。どうする。悔しいけど今の私たちじゃ五木さんには勝てないわ。いいね、冷静な判断だ。分かったわ五木さん。私たちはエネミーと戦います。エネミーを倒した後は。分かってる。僕は嘘はつくけど約束は破らない主義なんだ。君たちに銃を向けはしない。おとなしく観戦させてもらうよ。よし。
ん？クリティカル！あっ！すごいじゃない！クレハ！お！これで終わりだ！なんとか勝てたわね。イツキさん、これで文句はないでしょ？ああ、約束は守るよ。この先、道が二つに分かれているから、まずイツキさんたちが先に進んでください。私たちは別の道を選びますから。実は僕、くじ運が全くなくてね。この前も、無冠の女王にレアアイテムを持っていかれたばかりなんだ。だから、君たちが先に選ぶといい。大丈夫？後ろから撃ったりしないから。わかりました。あんたが好きな方を選んでいいわ。くいってよかったわ。いつきさんは人気者だけど、やっぱり GGO のプレイヤーね。みんな戦闘となると容赦ないから気をつけないと。今回の目的はレアアイテム狙いなんだから、強敵との戦いはなるべく避けるわよ。ほら見て、大体こういう装置を操作すると何かしら先に進めたりするのよ。こんな風に。あれ？落ち着いて、ワープゲートよ。すぐに追いかけるから動かないで。プレイヤー認証、マスター登録開始。ユーザー名、登録完了。
大丈夫だはずな。問題ない。銃を下ろして。いつの間に背後を。話を聞いてくれ。俺たちはもう戦うつもりはない。残念だけど間に合わなかったからな。間に合わなかった？何を言っているの？すでにそこのアバシスはマスターと認めたようだし。この子がレアアイテムなあ。正確にはこの前の大型アップデートで実装されたプレイヤーサポート AI アバシスだよ。レアすぎて情報がほとんど出てなくってさ。なあ、この大会がゲットできるチャンスだと思ったんだけどな。残念だったね、キリト君。またコツコツと高難易度エネミーを倒してドロップを狙おうよ。キリト、1ヶ月で GGO トップランカーにのし上がったという貢献使いのあのキリトさん。キリトでいいよ。こっちはアスナ。別のゲームでは先行とかバーサクヒーラーとか。キリト君、もう余計なことまで言わないで悪い悪い。仲間のアスナだ。名前はランキングで何度も見ているわ。こんな有名人まで狙っていたなんて。アファシス、私があなたのマスターよ。私はアファシステムタイプ X A29000。 マスター登録はすでに完了しています。この人が私のマスターです。現在メインシステムを 50% まで起動中。しばらくお待ちください。え？やっぱりな。だから倒しても無駄だと思ったんだ。よくわかったね、キリト君。アファシスがマスターと呼んでいたからさ。それに、いや、なんでもない。ん？ちょっと、なんで勝手にマスター登録しちゃったのよ。あんたのものは私のものでしょ。言い訳したって無駄なんだから。ああ、もうよし、あんたのものは私のものだから、あんたのアファシスも私のもの。そういうことにしてあげるわ。あんたにもさっき迷惑かけちゃったしね。クレハはマスターの上位者認識しました。よろしくお願いします。じゃあ俺たちはこれで。まだ時間は残っているし、せっかくだから優勝くらいはしとかないとな。商品も豪華らしいよ、キリト君。ユイちゃんが喜ぶものがあればいいんだけど。私クレハって言います。私絶対にトッププレイヤーになるんで覚えていてください。それと次会った時は遠慮なく撃ってください。ここは GGO なんですからナイスガッツ、クレハ。じゃあどこかのフィールドであったら遠慮なく狙わせてもらうよ。それと君、いい名前だな。一つ聞きたいんだけど、君はなんであの時アファシスをかばったんだい？なるほど、そうだよな。こういうものの理屈なんて後付けにしかならないかもな。うん、君とは気が合いそうだ。また後で会えるといいな。またね、アファシスちゃんも。バイバイ。メインシステム起動。90100。システムチェック。オールグリーン。起動完了しました。マスター、私の名前を決めてください。変更は可能ですが、変な名前をつけたら爆発します。
それは仕様です、マスター。タイプ X はそれぞれ個性がある優れたアンドロイドなのです。それより早く名前をつけてあげたら？これからずっと一緒に連れ歩くんだからね。登録完了。想定よりいいセンスで安心しました、マスター。うん、いい名前じゃない。初めて名前をくれたマスターにはプレゼントをあげます。マスターに向いている武器はこれがいいですね。これはアルティメットファイバーガン、長いので UFG と呼んでください。へー、初めて見る銃ね。光線銃かな。もしかしてかなりレアな武器？倉庫に埋もれていました。経験値ゼロのマスターにはお似合いです。経験値という情報が不足しているため、マスターの将来は予測不可能です。それってまだ実装前の武器ってことじゃない？すごい、レア中のレアだよ。そうです、タイプ X はすごいのです。では、マスター、早速 UFG を使ってみるのです。クレハは上から見ててほしいのです。とびっくりしちゃいますよ。ここからじゃダメなの？上が特等席なのです。わかった、じゃあ上から見てるから。UFG が刺さるところは発射前にレジット、ですね、レジットル、つまり構えた時に出る標準の色でわかります。さすがマスターなのです。 UFG を当てると動く仕掛けが成功なのです。空を飛んでいるエネミーに UFG を当てると、さすがマスターなのです。ダウンさせたエネミーに UFG を当てて成功なのです。それで UFG はバッチリですね、マスター。ちょっと、人がせっせと上り下りしてたっていうのに、ずいぶん楽しそうにひょいひょいと移動してくれるじゃないの。他の機能のことはどうであれ、移動のことを考えると。マスター、お疲れ様です。これでパーフェクトですね。面白い武器ね。今度私にも貸してよ。タイムアウト。参加者は戦闘を停止してください。以降の戦闘結果はポイントに反映されません。キリトさんたちは何位だったんだろう。参加者なら順位がメニューから見れたはずなんだけど。すごい、キリトさんたちが優勝だよ。でも今日の本当の勝者はきっとあんたね。一番のレアアイテムを見つけたんだもの。タイプ X 以上のレアアイテムはありませんよ、多分。なので大事にしてください。さあ、もうすぐ自動的に SBC グロッケに転送されるわ。戻ったら打ち上げよ。いや、クレハ君たちも生き残っていたんだ。あの後どうなったのか心配していたんだよ。僕の方はトラップだらけのルートでさ、仲間たちの HP を削られてしまって困ったよ。どういうことだい？あの分かれ道の先に何かあったのかな？私です。君はプレイヤーではない。まさかこれがアファシス？一部訂正を求めます。アファシスの中でもとてもレアなタイプ X です。まったく、なんで僕が落としたパンはいつもバターを塗った方が下になるんだろう。マスターはクレハ君？
ちょっといろいろあって、私が来た時にはマスター登録されちゃってたんです。じゃあニュービーの君がマスターなのか。その幸運を少し分けてほしいよ。おかえり。ここで待っていれば来ると思ったんだ。よかったら一緒にお疲れ様パーティーをしないかなと思って。仲間たちとちょっとした打ち上げをするんだ。アバシスの話も聞きたいし、どうだろう。あれ、君はさっき戦った。どうも。冒険使いキリトと戦えて光栄だったよ。仲間はあっという間にやられたし、時間切れにならなければ僕も危うかった。君はキリト君の友人なのかい？なるほど。アファシスを手に入れ、トッププレイヤーに興味を持たれる。君は今日世界一幸運な人だと思うよ。よかったらいつきも来ないか？残念だけど遠慮するよ。今日は付き合ってくれた仲間におごる約束をしているんだ。君たちはどうかな？マスター、パーティーは初めての経験です。興味があります。行きましょう、今すぐに。もちろん参加するわね。キリト、アスナ、イベント大会優勝おめでとう。パパ、ママ、ありがとう。だけど今日のお祝いは俺とアスナのじゃないんだ。超レアなアファシスを手に入れた幸運なニュービーのお祝いさ。みんな俺の仲間だ。詳しくは今度紹介するよ。わあ、美人さんなんですね、アファシスって。こんなに近くで見たの初めてです。私はクレア、アファシスはこっち。私がアファシスです。皆さんと同じに見えるかもしれませんが、純然たるアンドロイドです。ごめんなさい。はじめまして皆さん。私はアファシステムタイプ X A29000。型番では呼びにくいでしょうし、私も舌を噛みそうです。どうぞ好きな名前で呼んでください。できるだけ短いのが好みです。マスターがくれた名前は特別なのです。だからマスター以外の方に使われるのはお断りします。うわー、羨ましい。羨ましすぎるぜあんた。俺も欲しい、俺だけの可愛い子ちゃんが。GGO に来ても変わらんな、クライは。そこでがっつくから嫁が来ないんだぞ。そうだね。ナンバーが00だから、レイちゃんはどう？わかりやすくていいんじゃない？レイちゃん、よろしくね。レイちゃん、承知しました。私にぴったりだと思います。皆さん、よろしくお願いします。サポートアンドロイドとして皆さんをお手伝いさせていただきます。パーティーにお誘いいただけたら、皆さんを全力でサポートしますです。マスターがお留守の時でもどんどん誘ってください。へえ、マスターじゃなくてもパーティー加入でサポートが受けられるのか。ありがたい話だな。俺は俺専用の可愛い子ちゃんを手に入れたら独り占めするぜ。だからお前はそこでがっつくから縁がねえんだって。それじゃあ改めて乾杯しましょう。アファシスゲット、おめでとう。おめでとう。早速噂になっているぜ。ニュービーがアファシスを手に入れたってよ。 GGO 最強のリアルラック持ちプレイヤー登場って話だ。情報屋のアルゴさんもニュービーのネタは買うって言ってたよ。みんな欲しがっているから今なら高い値段がつくって。へえ、それはいいことを聞いた。キリト君、友達の情報を売ったらダメだからね。ねえ、
アスナの銃撃をかわしたって本当？初心者にできる芸当じゃないと思うんだけど。へえ、君って実はかなりの凄腕なんじゃない？得意な武器は何なの？フォトンソードは使える？ん？その武器って見たことないんだけど、どこで手に入れたの？二次層の武器？アファシスってそんなプレゼント機能があるの？はい、タイプ X だけが有する1回だけの特別な機能です。他にもいろんな機能があります。多分 AI にしては随分アバウトな表現ですね。確かにこれは俺も見たことがない。でもそんなことがありえるのか。デザインからすると光学武器、威力は移動サポート機能。こりゃ GGO の戦術が変わる武器だぞ。あんた俺にこの武器を売らないか。エギル、初心者相手にぼったくったら許さないわよ。そもそも値段がつけられないくらいレアな武器をいくらで買う気よ。そりゃまあ友達価格ってやつで。いやすまん、商人の血が騒いじまってな。まったく。でも本当にあなたはリアルラックが高いんだね。こればかりはどうにもならないしな。うん、ちょっぴり羨ましいです。よく聞くおまじないとかあるんですか？昔から運はいい方よね、あんた。ねえねえ、クレハはスコードロン入ってるの？うん、私は基本ソロ。狩りのために加入することはあるけど、あんまり長いはしないかな。あの、もしよかったらお友達になりませんか？ GGO は女性プレイヤーが少ないから。賛成。私たちグロッケンにホームを借りていて、そこでよく集まっているんだ。みんなでお茶したりおしゃべりしたりしてるから、いつでもおいでよ。歓迎するわ。ありがとう、すごく嬉しい。最近は結構増えたけど、女の子のプレイヤーは少なくて。男の人ばかりのスコードロンも多いみたいですね。そうなの、マスコット扱いされるのも嫌だから、特定のスコードロンには所属しないようにしていたの。クレアの気持ち私もわかる気がする。能力以外の部分で評価されるのってあまり好きではないわ。うん、私も同じ。何よりちゃんと自分自身の力でトップを目指したいから。しっかり目標を持っているんだね。応援するよ。うん、私も。お手伝いできることがあったら何でも言ってくださいね。みんなありがとう。あのね、ずっと前から女の子プレイヤーの友達が欲しかったんだ。だからこうやってみんなと知り合えただけで十分幸せというか。うわー、もうなんて言ったらいいんだろう。なんか私まであんたのラッキーをもらっちゃったみたい。ありがとうね。今日はとっても楽しかったわ。おい、ちょっと外に行ってみないか？急にパーティーに誘って悪かったかな。想像しくてびっくりしただろ。口が悪いのもいるけど、みんな気のいい連中だし頼りになる。今度改めてちゃんと紹介するよ。君ってさ、ソロタイプだろ？そりゃ昔の俺みたいなフレンドゼロとは違うだろうけど、なんとなく近い雰囲気を感じたんだ。君がアファシスをかばった理由を聞いたとき、妙な親近感が湧いたというか。俺はどちらかというと効率重視タイプだし、普段は理屈で物事を考える方なんだけどさ。それでも考える前に体が動くってあるよな。そういう時の理屈は後からついてくるんだよ。君もそんなところがあるように見えたんだ。うん、きっと君にとってあのアファシスはあった時から大事なものなんだよ。
って全部俺の勝手な考えだけどね。外れていたらごめん。それならいいけど、ゲーム初日からそんな大切なものに巡り合えるなんて、君は本当にラッキーだな。一つ聞きたいんだけど、いいかな？仮想と現実の差は何だと思う？世間では仮想、VR 空間はまがいものだっていう人もいる。俺はそうは思わない。だって俺たちは今、ここで生きているんだ。この広い世界を自分の力でどこまでも行く。ワクワクしないか？だろ？やっぱり君は俺と同じタイプの人種だ。ようこそ仮想世界へ。していませんでしたね。しっかりお勉強して私を有効活用してください。クレジットやアイテムの管理、部屋の掃除から友達の少ないマスターの話し相手まで何でも頑張ります。何か聞きたいことはありますか？覚えなければいけないことはまだまだあります。出かける前には準備を万全にしましょう。街の中は安全です。他者を攻撃できるのはフィールドか指定の場所のみです。まあどんな場所でも私がいれば安心です。敵が出てもズキューン、バキューン、バババババってやっつけます。さあカスタマイズポイントを使ってマスターや私のステータスを成長させてください。ステータスは戦いだけではありません。強い武器や防具を装備するのにも必要です。まずは私の素晴らしいステータスを見てみるのです。おかしいのです。なぜこんなにヘナチョコなのですか？まさかプログラムエラー？マスター、私では自己解決できません。今すぐ対策を、修理工場に連れて行ってください。異常事態です。スキルがほとんどありません。ミサイルを射出したり、お金を増やしたり、爆笑ジョークを披露するスキルがないのです。あ、原因が分かりました。マスターがヘナチョコなせいです。私は正常、全く問題なし、オールグリーンです。マスターがヘナチョコなのはただの事実です。落ち込まないでください。アファシスはサポート AI なので、使用者であるマスターより強くなれないのです。だからマスターが強くなれば私も強くなれます。頑張ってくださいマスター。では続いてマスターのステータスを見てみましょう。